続いてお家で遊べる工作の紹介です。キャップス氷川児童館ではお家で遊べる遊びのネタをツイッターで発信しています。今日はその中で紙袋でボーリングという遊びをご紹介したいと思います。まずお家にある紙袋、はい、これでボーリングの的を作ります。そしてボーリングの球はこのバスタオル、バスタオルをこれからボールに変身させます。さあ作り方はというと、まずはバスタオルを細く折ります。そうしたら真ん中でギュッと結びます。その結び目に両端を折り込んでギュッギュッギュッ、丸く形を整えたらボールの完成です。では早速このボールを使ってピンを倒していきたいと思います。さあこのボールでピンを倒していきたいと思います。ゆうちゃん頑張れ。いかがだったでしょうか。同じ材料を使ってまた別の遊びを遊んでみましょう。紙袋を今度は口が見えるように立てておいて、今度はボールもバスタオルのボールではなく今度は汗拭きタオルで同じように結ぶとこんなにちっちゃいボールになります。これでコロコロ的当てをやってみましょう。紹介した体操や工作、ぜひお家でも遊んでみてくださいね。一日も早い新型コロナウイルスの収束を心から願っております。みんな、また。